者の。どうもダッキさんは信用できないんだよね。今日も元気に頑張っちゃおう。諸葛亮さんと光秀さんが相手か。嫌な組み合わせだね。敵の陣形は間延びしています。火を用いて分断するのです。続けて鉄砲隊出なさい。すが三秀さん、単純だけど効果的に攻めてくるな。不平、出なさい。少々稚拙な罠ではありますが、のべき敵の側面を突くには十分でしょう。これが稚拙の王。さすがは我領諸葛公。だなろう。光秀と諸葛亮、こんな二将が相手だ。この程度の被害で済んで結構なことだ。俺も手を打ってあるけど、まだちょっと時間がかかるんだよな。戦の邪魔だ。どけどけ。お助けを。私の恩人によくも。誰だ、誰がやりやった。さあ来て、本当の地獄はこれからよ。たちがダッキに協力しているのね。何を考えているのか、じっくり聞き出してあげる。不平を駆逐した。さすがさすが、大変なご活躍。あら、将軍までいるのね。自分が何をしているか理解してるのかしら。バカにしないでよね。私たち世界を救うんだから。ドッカーン敵将軍が打ち取っちゃった。面白いあなたたち。敵は北から流れいるよ。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。あなたすごいわね。よし、私も負けないんだから。コンベイドのお風呂と。これはやってみるだろ。終わりだ。くそー、終わりだ。
早く戻ってくんや。そしたら村を守れたのによ。一生打ち取った。さてこんなものでどうだ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。おお、待たせたな。こっからは俺たちに任せとけよ。結構な長旅だったってのに元気なこった。安米の仕業か。ダッキをかばえばいろんな国が敵に回る。それは分かってたことだよ。だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援軍を頼んだんだ。オーリド、ロト北条から援軍を呼んでいたとは。オーリド、さすがは竹中半兵衛殿。ですがこれも計算のうちです。敵の策のさらに上を行くと、諸葛亮殿の計画には感服するばかり。今が好機ですね。打って出ます。ダッキに協力するだなんて、あなたたちは何を考えているのです。世を騒がそうというなら切ります。一撃一撃に信念を感じる。ただダッキに協力しているとも思えません。引けません。あなたたちの真意を見極めねば。この時代信長様に報告しなくては。光秀殿を退けましたか。では私がお相手しましょう。幽霊でも見たような面しやがって。我が魂、今こそ披露せん。ここでよ。一生打ち取った。劉備殿と家康殿に報告する必要がありますね。敵将討ち取っちゃった。あたしたちの勝ちだよね。俺らが